どうもスパイダーロックウェブの京介です。今回は、宇多田ヒカルの桜流しという曲を弾いてみます。この桜流しという言葉の意味は、あの春の雨に、桜が流れていく様子を表している意味なんですよ。でこのよく日本で使われるメタファーは、桜と、人の命が咲いて散っていく様をとして、あのメタファーとしてよく使われております。今回この桜流しはエヴァンゲリオンのテーマ曲で、宇多田ヒカルが活動を休んでいて、その復活の最初の曲として使われた曲です。この宇多田ヒカルがオファーを受けていたんですけども、それを復帰するかどうするかすごく迷っていたんですね。それはあのちょうどその時期に 3.11 の地震があった時期で、復帰するかどうするか迷っていたんですけども、あのエヴァンゲリオンの監督からこの悲劇をあのアーティストとして表現するべきだという説得で、作ることになったらしいです。この時期にちょうど宇多田ヒカルの母親も自殺していたりして、そのことも歌われていると言われています。この曲は1曲を通して、良さがしっかり伝わるタイプの曲で、昔からあのシングルタイプの曲はあのいかに短い間にキャッチーなメロディーとキャッチーな歌詞が、重要視されていたんですけども、最近はもっとあの SNS とかで使われることがヒットする条件だったり、あの Spotify でスキップされないためによりもっと短い時間でよりキャッチーでより分かりやすい歌詞のタイプの曲が、最近は増えてきたんですけども、この曲はあの宇多田ヒカルという有名なアーティストの復活する最初の1曲目で、エヴァンゲリオンのという有名な映画アニメの、テーマ曲に選ばれたことで、良さがあの1曲通しての良さが多くの人に伝わってヒットした曲です。僕もあのシングルタイプの曲も大好きなんですけども、あのこういう古くから言うと、レッド・ゼッペリンの天国への階段や、メタリカのワンみたいな一曲を通してちゃんと聴くことで良さがもっと分かる曲も大好きなので、こういう曲がなくならなければいいなと思ってます。それではちょっと頑張ってみます。